1> m 1 9 1 0 3 0 1 7トルカノン砲 m 1 9 1 0 3 0 1 7トルカノン砲とは、第一次世界大戦前に設計された m 1 9 1 0 1 7トルカノン砲を、ソビエト連邦が独自に近代化改修したカノン砲である。赤軍は1920年代に、第一次世界大戦時代から、ロシア帝国軍が使用していた。 各種火砲の近代化改修を積極的に行っていた。その計画の一環として、フランスのシュナイダー社が設計した M1910-107mm カノン砲の近代化改修が提案された。改修案は1931年に承認され、改修された砲には M1910-30-107mm カノン砲の名前が付けられた。M1910 30カノン砲は、オリジナルの M1910 カノン砲の方針を 1067mm 延長し、薬室も延長することで、射程距離を 3000m 以上伸ばすことに成功した。これに伴い反動もきつくなったため、方向には、マズルブレーキが装着され、中体福崎と砲賀が,が強化された。砲賀については、足が短脚式であるため行角と左右射角が大きく、 取れなかったほか、車輪は木製車輪か金属製の車輪にゴムを貼り付けたもので、あったことと車軸にサスペンションがないことから自動車による高速牽引がままならず、牽引速度は時速 6km にとどまった。方の牽引には馬8頭が必要であり、これとは別に42発入り谷役箱を馬6頭で牽引せねばならず、機械化とは、 程遠い火砲であったことは否めない最もとも、基礎設計が第一次世界大戦前の過保であった点を考えれば、これもある意味仕方のないことであったが、ソ連が近代化した過保の一部には、ゴムタイヤを装着したものもある。元来の構想では、M1910-30 カノン砲は、 ML-20152mm 榴弾砲や A-19122mm カノン砲と共に軍団司令部直轄の砲兵連隊に配備される予定であったが大祖国戦争においては軍や戦線直轄の砲兵部隊に配備されることも多かった A-19 に比べて榴弾威力や射程距離に劣ったが 重量が半分以下と軽量であるのが取り柄だった。M191030 カノン砲は、ノモンハン事件や冬戦争、大祖国戦争にも投入されている。一部は、ドイツ国防軍に露覚された後1七7センチメートル計352として採用され、M-60 よりも数が多かったため積極的に運用された。ありがとうございます。